はい、じゃあニョッキのパン粉がけを作ってみました。まあ、ニョッキっていうと普通はクリームとかトマトソースが思い浮かぶと思うんですけど、ちょっといったパン粉をかけるっていうレシピを見まして作ってみたらすごい美味しかったんですね。で、こんな感じになります。パン粉をフライパンでいって、で、あとその上にお好みなんですけども、僕の場合はベーコン、カリカリにしたベーコンで、あとパルミジャーノでパセリをかけて完成にしました。お好みで胡椒を振ったりしてもいいと思います。で、ニョッキはもうバターで炒めた状態でもかなり美味しいので、で、このパン粉がカリカリしてて、ニョッキのもちもちと食感も良くて、で、あとベーコンのカリカリの旨味があって、チーズの香りとか、なんかすごくシンプルで奥行きがあって美味しいと思います。まあ、クリームとかトマトソースが有名なところなんですけど、もしちょっとシンプルにさっぱりした感じでもニョッキをお好みでしたら、食べてみたかったら、こんなのももしかしたらいいんじゃないかなと思います。もしよかったらやってみてください。ではまた。